えー、たった今フランス対モロッコの試合が終わりましたえっ、ー、とーまあフランスが有利というか、まあ、フランスが勝つだろうなと思って見てたんですけどやはり最初の前半5分目で見事得点が決まりました、うん、決めたのがサイドバックのテオ・エルナンデス まさかディフェンダーがあんなシュート打ってるとは思いませんでしたとても上から叩きつけてて綺麗なシュートでコースも良かったですやはり質が違いますよねでその後もフランスあこれワンサイドゲームだと思って見てたんですけど意外と意外とって言ったら失礼なんですけどモロッコうまいですねモロッコが攻めてて 逆にフランスがまあファイブフォーバック5バックのモロッコに攻めあぐねていたような印象です。でモロッコもバンバンシュート打って多分、まあ、ボール保持率も60%ぐらいでモロッコの方が多くてフランス30%ぐらいだったんで、まあ、終始モロッコの試合運びのような試合でした。 でまあ、フランスも攻撃はしてたんですけどまあ点お互い点が入らない結構きっ抗した試合になっていましたそのまま前半が終わって後半の折り返しですねまさかの得点フランスが得点しました2点目ですそれもエムバペ選手のドリブルの切り込みワンツーから ワンえー,ツータッチドリブルでポンポンツータッチして相手の狭い隙間をドリブルしていき最後サイドにいた選手にパスを出してアシストこれで2点決まって、まあ、後半の中盤ぐらいで2点差ついたんであフランス行くだろうなと思って見てたんですけどモロッコの選手も全然諦めずに逆にモロッコも点決めるんじゃないかぐらいの勢いで攻めてました。 でその後も試合は進んでいき結果は2対0でフランスが勝ったんですけれどもモロッコの選手もすごくいい動きでいい試合でしたもっとワンサイドゲームになると思ってたんですけどモロッコがとても上手でまあ本当にモロッコ勝ってもおかしくなかったなっていうような試合でした 結果は、あの、決勝に進んだのはアルゼンチンとフランスです。私が楽しみにしていたメッシー対エムバペ選手の試合を見ることができます。今週の日曜日、皆さんも楽し、あ、日曜日のま夜だ、月曜日になるんですかね。楽しみな試合になります。ん違うな。なんかよくわかんない。多分月曜日、 の十12時と書いてあったり、火曜日かもしれないです。ちょっと皆さんそこ自分で確かめてください。そうですね。で、こんな感じでハイライト、感想は終わりになります。モロッコの皆さん、お疲れ様でした。